CFX というのはやはり人に聞かせるっていうところがまあ中心だと思います。で CX シリーズっていうのはむしろあの演奏者があの楽しむというところを中心だったと思います。 SX シリーズはまあ高級モデルであるということでかなりハイレベルな演奏者にあの使用されるということで、かといって、まあ人にも聞かせるっていうこともあるもんですから、その演奏するっていうのと人に聞いてもらうっていうの両方をハイレベルにあのバランスを取らなきゃいけないと思っていました。現行の S の温かい音っていうのはやっぱり新しい今回のモデルでも残したいと思ってまして、それをですね自分たちのやり方でどうやって実現できるかっていうのは楽しみなところでありました。音なんですけど質感が高いっていうのはすごく大事だと思うんですけど、ただこれは良くないと思うのはそのなんですか、ある音が決まっていて誰が弾いてもその素晴らしい同じ音で鳴るっていうのはあの違うんじゃないかと、まあ、例えば香水とかは人がつけてその人のなんていうかその人の自身の香りと混ざってなんか初めてその独自の香りになるみたいな、そういったイメージで、いろんなピアニストの個性と混ざり合って独自のものを生み出せるような、まあ、そういったいい素質を持ってるものっていうそういう漠然な的なところであの目標にしていこうかなと思っていました。今回私たちが作りたかったのは響きの成分が多く、まあ、リッチ、まあ、つまり、ふくよかであの豊かな音というのを第一に考えていました。音の構成要素を多くして、まあ、今までピアニストが表現したくてもできなかったような繊細な音を発音できるような楽器を作りたかったわけですけども、概念的にそれは分かってても、まあ、どのようにあの技術で実現するかというのを我々は苦労をしていました。 A.R.E. なんですけれども、楽器の常識として長く使い込まれたものはいい、乾燥などを時間をかけてやった材料は響きが良いと、まあ、これはあの共通認識としてあのピアノに限らずどの楽器でもまあ言えることだと思ってます。実際我々もあの何十年も前に作った、マグネリッシュというのを持っていたんですけれど、そういうのを使って作ったピアノはやっぱり本体のなんていうんですか響きがそもそも違うねっていうような評価を得られることが多いということをまあ経験してきました。ピアノでもトライしていたし、バイオリンでも採用されている技術として A.R.E. というのがあって、木材の性質を長時間熟成させた時と同じような状態に回数するという処理なんですけれど、その処理をマグネリッシュに適用することで長い間保管されていたマグネリッシュと同じような性能が出せるんじゃないかというのがピアノに A.R.E. を適用してみようと思ったきっかけになります。本格的に A.R.E. を採用しようということで、この SX が軌道に乗り出して試作を始めてからは、試作の台数としては50台以上の試作品を作りました。評価としては、まあ、オフィシャルなものでもう50回以上で、まあ、我々の内部的な評価も入れたら100回近くの評価会を繰り返してきました。